断線絵とは、江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵版画の様式の一つ。遠京元年3月に三代目、上村吉右衛門が、堀江町の岩屋勘左衛門に色すりによる内輪へ、大文字や図を送ったことが、はじめとされ、紅釣り絵の時代には、鳥居清光らが、役者への内輪を描いている。また完成期には、 北川歌丸が役者への内輪絵を描いている。男性絵は四角い紙に内輪の形に版画を刷ったもので、これを実際に竹の骨に貼って使用した。実用に供された内輪絵は消耗品として残らないが、内輪とせずにそのまま干渉されているものや、図柄の見本帳として閉じられていたものは現存している。これは一つのジャンルを成すほど量が多く。 作品としても優れているものが数多く見られる。歌川報告、歌川国貞、歌川国吉、歌川貞秀、歌川広重、葛飾北斎などがかなりの分量の内和絵を残している。中でも特に広重は120点以上というかなりの量の内和絵を残している。なお、明治に入ると豊原国近や歌川ふさたね、 小林清智からが、内輪絵を描いており、その西系の高度な技術と優れたデザイン力によって、また、内輪型の輪郭という画様式が、市民に好まれて反抗された内輪絵も多く、広告用として、各種商家などにおいてご得意先に配布する、実用版画として3代、歌川広重や川鍋教祭らがこれらを描いている。また、大阪では、林元春が、 内輪を多く描いている。男性絵は古服や、料理や、化粧品屋などで配布したものが多数見られた。ありがとうございます。